どうも皆さんこんこにちはチャクスです今私はですね大阪にいまして今えっ、ー、とね近鉄阿部の橋駅の向かいにいるわけなんですけども本日はですね見えますかねここからね遠くの方にねマリオットの看板見えてると思うんですけど本日はですね大阪マリオット都,都ホテルこちらにね一泊で滞在しようと思っておりますでね上の方を見るとねこちら 見えると思うんですけれどもこちらはねホテルっていう風になっておりまして駅直結なんですよねかなりね眺めが良さそうなホテルですよねで,ですね、本日は11月の3連休の2日目の日曜日ということでまだね連休中ということでまあ、アップグレード等々はねほとんど望めないかなという風に思うわけなんですけども ちょっとね今回ね宿泊してみたいなと思いましてこちらにね来てみましたでですねまだね午後の1時半ぐらいなんですよねですんでもしかしたらねチェックインねできないかもしれないんでそしたらですねちょっと荷物だけ預けてねブラブラしようかなというふうに思っておりますそれではねちょっとねチェックインね聞いてみたいと思いますではね入り口着きましたねこちらです大阪マリオット都宮古で入り口はねこんな感じになっておりまして チェックインが19階だったかな上の方なんですよね。ということなんでひとまずですねチェックインしていきたいと思います。 ここにもマリオットのロゴがあります、ね。ここに書いてありますね。ロビーラウンジバー。十九階、五十七階、gk レストラン。こんな感じになってますね。十九階です。それではですね。大阪マリオットホテルね、チェックインすることができました。ちょっとですね。 えー、結局ねちょっと混んでいましてちょっと外で時間潰して戻ってきてっていう感じで,でそしたらね2時半からアフタヌーンティーということでそちらにね、えー、いかがですかっていうことでまだ客室の方がね準備できてないっていうことで、えー、アフタヌーンティーをねちょっといただいてそれでねやっとお部屋の方にね通してもらったっていった形になりますでですね今もうね客室の中に入っておりましてここまでですね えー、係の方はね、えー、案内していたただけるっていいう感じでしたいやちょっとね申し訳なかったんですけどもちょっとね断るタイミングもなくてですね、えー、ここまでね、えー、案内していただいたっていった形になりますそれはですねお部屋の方ねちょっと紹介していきたいなと思いますそれはですね客室の方を見ていきたいと思います今回は5419ということでかなりね高層階の方に案内させていただきましたではね行きたいと思いますちょっとねもう私は中見てしまったんですけども こんな感じです。いかがでしょうか結構大きいベッドがねガツンとある感じですよね今回はクラブデラックスルームにアップグレードねしていただけたっていう感じになりますどうしましょうかね左からちょっと見ていきましょうかねでここにねテレビがありますシャープ製のテレビがありますねで下ですねこれはインルームメニューですねこちらは何ですか こちらはランケーブルですねしょ。で、そのまま下行きます。あ、パジャマが入ってるパジャマあるんですね。いやいいですね。パジャマあるの助かります。で、こちらはカラットで、こちらはマリオットの紙袋が入ってますね。で、こっちに金庫があります。では、そのままこっちの方見ていきましょうか？ はいこんな感じですでこの棚の中はあグラス類が入ってるんですねはいグラス類が入ってます見えるかなこちらグラス類が入ってますで下にビスケットとカナッツとサワークリームオニオンですねありますで、えー、マリオットのお水ですね であと、ここはネスプレッソですね。これがカプセルですね。であと、ケトルと電話がありますね。で、えー、っと、あここにあれがあるんですね。ここに AC と LAN ケーブルとありますね。で、この下が冷蔵庫ですかね。はい、こんな感じになってます。 でですね、えー、ちょっとまた後で話すんですけどなんとこの飲み物全部無料ですやばいですね <laughs> えっとクラブラウンジがね営業を短縮している対応ということで今ね無料で全部飲んで OK っていうね話を頂い,いてちょっとびっくりしたんですけども、えー、こういう対応がねされているということでしたいやかなりすごいですよね でですね、ここに椅子と,、えー、と机ですねあとランプが上にあります映るかなランプがありますねで空気清浄機が置いてありますでここの景色ですよね先見ちゃいましょうかどうですかどうでしょうかいやーすごいですねすごいですね いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。下の方を見るとこんな感じになってます。いや、すごい景色。最高ですね、これ。いや、これは夜景もねかなり楽しめるのではないでしょうかね。楽しみですね。ちょっと右側のねカーテンも開けました。こんな感じです。いや、すごいですね、これ。いや、すごい。<laughs> すごいですね。これはテンション上がりますね。 で、えー、っと、窓の方にはこんな感じのね、おっきいソファーがありますね。いや、ここにね、座りながらお酒飲んでね、景色とか楽しめるっていった感じになるんで、かなりいいんじゃないですかね。うん、楽しみですね。で、こちらですね、ベッドサイドには、しょ、ベッドサイドには、あれですね、電気と AC がありますね。あと、こちらは、うん、ラジオ。 うん、アラームとラジオですねこちらねアラームとラジオになってますあと電話があってアラームのアラームの説明書が入ってますねでベッドですこんな感じになってますいやーかなりおっきいですねうんおっきいで反対側です 反対側はこんな感じで電気と ac がありますね。で、引き出しには聖書ですかね。入っております。全体を見るとこんな感じになります。いやどうでしょうか？いやまあ、客室はね。まあすごい広いわけじゃないですけども、この景色でね。最高ですね。これね。ベッドからね。景色楽しめちゃいますよね。 いやありがたいですねまあ今日3連休のねまだ中日なんでいやありがたい対応ですねでは、えー、洗面台の方ね見ていきたいと思いますでほん、えー、にベッドのね向かいぐらいにねある感じなんですけども、えー、こちらに、えー、マウスウォッシュ、えー、これはハンドソープかな こちらシェ,ービングジェルシェービングジェルがありますね。で、アメニティはこんな感じになってます。いやー,ー、これはいいですね。アベノハルカスがイメージされてるんですね。いやこれはかっこいい。で、えー、こっち側にはですね、マリオットといえばこれですね。このブランドのシャンプー等々がね、置いてあります。で、これは石鹸ですね。 で、下の方にはですね、バスタオルと下に体重計がありますね。あと左側にドライヤーがあります。では、お風呂場を見ていきます。シャワーはこんな感じになってます。可動式が1個ですね。上等々にあの固定式のはねないですね。こんな感じになってます。湯船がこんな感じになってます。 こんな感じでーす。で、これはバスソルトですかね。うん、バスソルトですね。2つあります。で。ちょっと閉めちゃいましょうかね。うん。お風呂場からこんな感じになる感じですね。うん。 ブラインダーあるんですけどもブラインダーは特にね関係なさそうですねこれ開け開けたところで特に向こう側見えるわけではないですねこんな感じでしょうかねじゃあ出たいと思いますで左側にですねトイレがありますよいしょトイレですね、うん、トイレ広いですねまあまあ で、えー、最後クローゼットですねよいしょ開けちゃいましょうよいしょクローゼットの中こんな感じになってましてアイロン台バスローブあと貸し出しの傘とかも置いてあるのいいですねで下の方にですねアイロンと,、えー、とスリッパもありますねあとランドリー袋みたいなのもありますねあとシューシャイ員みたいなのもあるのかな うんこんな感じになってますそれではプラチナ特典なんですけどもまずこちらですねアベロハルカスの入場チケットいただけるんですよねこれはね別にプラチナ特典ですかって聞いたところそうではないっていうことでしたので宿泊した際にはですねこちらもらえるのではないのかなというふうに思いますちょっとこちらはですね あと、えー、で確認しますね。なんでもらえたのかわ <laughs> からないですけど、宿泊したらもらえるのかもしれないですね。まあね、アベノハルカス無料で入れますんで、いいですよね。私もね、もし時間があったらね、ちょっと行きたいなと思うんですけど、ちょっと厳しいかもしれないですね。で、えー、平井翁太,太様ということで、えー、大阪マリオトーテル、ご宿泊賜りありがとうございますっていう感じでメッセージカードをいただいてます。それと一緒に抹茶のお菓子ですね、いただいております。あとね、 こんな感じで、お手拭ききでですかねいたただきまし GoTo ト,トラベルの地域クーポンの利用できるところって、ね、書いてありますね。これはすごい親切でいいですね。で、えー、っと、次にクラブラウンジですね。えー、っとね、クラブラウンジはね、38階にあってですね、今12時から22時の営業ということで、朝食はですね、こちらね、ラウンジではなくて、19階の、 国家でいいのかな、レストランでねセットメニュー対応ということですんで、えー、こちらねコロナウイルスの影響でねそうなってるのではないのかなというふうに思います。で2時から132、えー、時半から5時までアフタヌーンティーですねで5時半から8時までカクテルタイムがあって、えー、バータイムが 夜8時から22時ということでまあ両方ともねラストオーダーはね終了の30分前までっていう風になってますまあここまでねラウンジ営業しているのにまあ先ほどね言いました通りこちらのね飲み物ね全部無料ですからねうんすごい対応ですよねこれはちょっと本当に驚きましたねそれ以外はね特にないかなと思うんですけどあとね タンンダウンサービスですね。こちら今ね、えー、控えさせていただくということでもしね必要だったらやってくれるそうなんでもしね希望の方はですねあのフロントまで、ね、連絡してくださいっていうことでしたのでこちらもね覚えておいてくださいで朝食に関してはですね、えー、こちらのチケットを持ってって利用するっていった形になりますそれではですねこちらに1泊ですね滞在させていただきますけどもいやこの景色すごいですねうん 私このホテルね初めてなんですけどもいや景色がいいっていうふうにはですね聞いてたわけなんですけどもやっぱりすごいですね <laughs> これはすごいテンション上がりますねまあ今もね十分綺麗なんですけども夜景もね絶対綺麗じゃないですかこちらもね楽しんでいきたいというふうに思います それですね今3時半なのでえー、っとね5時半から、えー、カクテルタイムラウンジでねあるっていった形になりますんでそちらをね利用していきたいというふうに思いますそれまでですねちょっと客室でね休みつつお仕事しつつって感じでね過ごしたいと思いますいやこの景色とですねかなり楽しみそうですよねということでじゃあ次はねカクテルタイム行きたいというふうに思います それはですね今6時半ぐらいになりましてちょっとね仕事をしてたらあれよあれよと時間が過ぎてしまったわけなんですけどもこれからですねクラブラウンジのカクテルタイムね行きたいというふうに思います。 それはですね客室の方戻ってまいりましたカクテルタイムに関してはですねプレートでね提供されるということでブッフェスタイルではなかったですねですけども食事に関しては本当にすごい美味しかったですね混雑状況に関してもですねそこまでねすごいね混んでるっていう感じはしなかったですねまあねあのガラガラっていうわけではないですけどね連休の中日としてはですね少なかったのではないのかなというふうに思いますそれはですねねちょっと、ね、明かりの方を消して せっかく、ね、こんなに綺麗なね焼けが見える部屋ということですんで焼けの方をね皆さんにお見せしたいというふうに思いますではね明かりの方を消しましたいかがでしょうかかなりすごいですね <laughs> これはすごいですねちょっと遠目から撮ったらこんな感じになりますねいやこれはすごい <laughs> これは本当に綺麗ですね まあちょっとね、柱があるんでね途中で柱が邪魔になってはしまうんですけどもめちゃくちゃ綺麗ですねいやーこれは眺めていられますねしばらくの間 <laughs> また電気を消すとね反射が減って綺麗に見えますよね下を見下ろすとこんな感じになってます 今ねベッドに座ってみたんですけどかなり綺麗ですねいやーこれはぜひね皆さん着てみていただきたいなというふうに思いますいやめちゃくちゃ綺麗ですねちょっとソファに座ってみたんですけどこんな感じで見えますいかがだったでしょうかかなり綺麗ですよねちょっとねこれはねしばらく見ていられますねいや本当に綺麗ですぜひねこちらね 見にに来ていいいいたただきたいなという,ふうに思いますすでですねこちらのソファーですねまたソファーからねこの夜景がね見られるっていうのもねゆっくりできるのではないのかなというふうに思います私もね、えー、せっかくなんでねこちらのソファーね、えー、座りながらですね、えー、冷蔵庫の中身のね飲み物全てね無料ということになりますんでできるだけ飲みたいなというふうに思います今日に関してはですね、えー、ラウンジの方はあとねバータイムということでアルコールがね 提供されるだけというふうになりますのでまあ、そちらに関してはね今回は行かなくてもいいかなというふうに思っておりますで、これからですね私の方はプ袋に入らせていただいて今日はねちょっと早めに休みたいというふうに思いますそれではですねまた明日ですバイバイ おはようございまます。翌日の朝になりました。今ね朝の6時半ぐらいで7時からですね朝食始まりますんで19階のクッカってお店だったかなちょっと名前間違ってたら申し訳ないんですけども朝食自体はですねこちらのね朝食券持ってね行くようにしてくださいあとね30分ぐらいありますんで7時になりましたらですね朝食の方行きたいというふうに思います それはですね朝食会場から帰ってまいりました私はですねもう本当に 朝食はねスタートした同時ぐらいにね行きましたのでかなりね快適に食事いただくことができました帰りにはですねまあまあ混んでましたけどまあ並ぶほどではなかったですねですけどもチェックインの際にね、えー、案内があったんですけども終了時間が近づくにあたってかなりね混雑するという話でしたのでまあ、この点はねもし宿泊される方であればですね早めにに行かれるとスムーズにね 朝食いただけるかと思いますので、ぜひ、ね、参考にしていただけたらなというふうに思います。食事はね本当に美味しかったですし、早めに行くとですね、窓際のね席に案内していただけることもありますので、こんな感じのね景色を楽しみながら食事ねいただくことができますので、かなりね窓際の席おすすめというふうになっております。今ね朝の8時ぐらいで、今日ね羽田の方に戻りますので、 10時半過ぎぐらいにはですねチェックアウトねしていきたいなという風に思いますのでまあ、ちょっとだけねゆっくりさせていただいてチェックアウトねしていきたいという風に思います本当にねこの景色ね夜も昼も本当に綺麗ですのでいやーこの大阪マリオットホテルね本当にいいですねそれではですねしばらくゆっくりしてチェックアウトねしていきたいという風に思いますそれではですね10時過ぎましたのでチェックアウトねしていきたいという風うに思います 今回ですねマリオットボンボンポイント5万ポイントでね宿泊させていただきました。本日、ですね連休の中日ということで料金がですね見たところ5万9,000円ということでしたので、まあ、こちらねクラブルームっていうところにアップグレードさせていただいてますので、まあ、それよりねもうちょっとしてるかなっていう感じですね。マリオットボンボンポイントの使い方としてはね結構ねお得に利用できたのではないのかなというふうに思います。ででですすねね、えー、客室案内した時にです、ね こちらお風呂場なんですけどもこちらねここの扉動くように、ね、なってまして私ね動かないと思ってたんですけどここで、ね、動くんですよねですのでこのブラインドを開ければですねお風呂場からね客室見ることもできますし。 こちらね洗面台になってるんですけど洗面台をねあの閉じることもできるっていった感じになっておりましたまさかねこれが可動式になってると思わなくてですねこちらね動くっていった感じになりますんでちょっと間違ってましたねあのもしねお風呂場から、えー、客室またね景色とかもね、まあ、ちょっと遠いですけどもね見ることができるっていった形になりますんでもしね利用されたい方はここね開けて利用してもねいいんじゃないのかなというふうに思います でですね今回マリオットのプラチナステータスとしてはですね私は利用してないんですけどもオファーとしましてはレトトチェックアウトね16時までで可能とということでしたまたですねウェルカムギフトとしてマリオットボンベポイント、ね、1,000ポイントいただくことができてまあ、この1,000ポイントはですねウェルカムギフトそちら、ね、スナックとか飲み物とかねそういうものと、まあ、どっちか選択みたいな感じだったんですけども私が、ね、ポイントの方をもらって1,000ポイントいただいたっていった形になります。また、ね クラブラブウンジ、ね、利用できたということでもともと、ね、今はねプレートで営業しているということと営業時間がねちょっと短くなってるんですよね、まあ、その対応としてまさかねドリンク客室内のね冷蔵庫の中の飲み物がね全部無料っていうのでねかなり驚いた特典だったんですけどもいやかなり良かったですね本当にこの対応ねすごいなと思いました私もねあの 今のこのこコロナが始まってからですねいろいろ滞在させていただいてますけどもここまで、ね、飲み物が、ね、全部無料とかは、ね、初めてでしたねこれは、ね、すごい対応だなというふうに思います。 残念ながらですね、全部飲みたかったんですけどもさすがに全部ね1人で飲むのは無理でしたねっていう感じで、えー、もしね利用される方はですねこの特典はちょっとねいつまで続くかわからないんですけどもかなりねいい特典だなというふうに思いますんでこのホテルねプラチナステータス保有されている方はね宿泊してみていただけたらなというふうに思います。 バレットモーブのね。プラチナステータス特典としてはそのぐらいっていった感じになります。それはですね。私はチェックアウトしてね。このままね、えー、帰りたいという風うに思いますので、今回の動画はね。こんな感じで終わりたいという風うに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ